新宿の都庁の近くにある、恋弁天というところにいます。で、弁天様はですね、水の神様で、あの七福神の一人ということでね、有名なんですけど、その住友、新宿住友ビルの創業に伴い、モニュメントとして設置されたそうです。で、まあ、このところでね、来ると恋が叶うということで、なんか有名になったそうですね。で、平成8年の5月に、弁天様を置いて、で、出雲大社の、ところから執行されてそうですね。なるほど。で、場所的には、この不思議な建物が、盲導学園のビルなので、盲導学園のビルからずっと都庁の方にまっすぐ歩いてきてください。そうするとあります。で、これがそのモニュメントですね。どの辺が弁財天なのかはよく分かりませんけど、こういう面で、これまあ待ち合わせ場所に使ってたんでしょうね、きっとね。で、こちらがまあ出雲大社、出雲大社に行けない方はこちらでお祭り、お参りするといいかもしれないですね。で、基本は二礼二拍手一礼になります。あ、こちらのね、盲導学園から、公園があるんですよね、向こう側に、で、こっちの辺に行くと、まあ、ヒルトンがある方向ですね。で、まあ、通り過ぎちゃう可能性が結構高いんですけど、見つけてきてください。